おはようございまーす。ジネット、申しまーす。今回やっていきますフリーゲームはこちら。双子魔同士の異世界冒険探、お宝大作戦。以前はですね、カレーでしたね。で、究極のカレーが何だったのかよくわかんないまま終わりましたけど、今回はお宝大作戦。なんとですね、かなりのボリュームがありまして、65ぐらいあんのかな?お宝が。それを全部集めていくという物語らしいです。パッと見。だから、かなりのね、長編になる可能性も予想されますが、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。ジョイパッドでプレイしてますよ。マウスでのプレイも可能ですが、操作性あまりお勧めしません。あー、戦闘中にボイスが鳴れます。現在もオフにしますか?オンのままがいいです。バトルボイスをオンのままにしました。え?誰?イザベルという魔女の弟子である。このイザベル?イザベルすげえな。双子の魔導士のリミエルとエクリエル。あれ、いつもとイメージ違うんだけど。これが本当の私よ!キリエル。いやいや、イザベル、こんなんじゃないだろう。とりあえずあらすじを進めよう。ある日、彼らの元にやってきた、竜神の少年リオンと共に、双子は異世界クリエトへ向かいました。そこで起きた事件を解決し、ついにグータの女神にお仕置きをし、大活躍をしてきた双子に、死者のイザベルは大喜び。ちょっと、よりによって私の紹介今後だけかい。おだまりダメ神。記憶したイザベルは、双子が異世界クリエトに遊びに行くことを許してくれます。これは、双子魔導士と竜神の少年による異世界冒険のお話。さあ、魔女の家ですね。恒例の。ここは魔女の森にある魔女の家。双子が師匠のイザベルと暮らしている家です。あれ?ちょっと待って。だいぶ違うね。リミエル、入ってもいい?いいよ。クッキー作ってきたんだ。一緒に食べよう。お、サンキュー。何の本を読んでたの?とあるトレジャーハンターが、お宝を求めて、未踏の遺跡を踏破するっていう冒険小説だよ。へえ、お宝探しか。そういうお宝って、水晶に包まれた洞窟とか、空中に浮かんだ島とかにあるのが鉄板だよね。あと、お宝には謎解きとか罠も付き物だよな。そういうのをどう解除するのか、それを考えながら攻略するのも面白そうだよな。そういう冒険してみたいよね。おーい、リュウくん、エクちゃん。リオンくん遊びに来てるわよ。今回はいる、イザベル。前作いなかったからね、イザベル。あの、影も形もなかったからね、前回。リオンが?今日は来るって言ってなかったけどな。何かあったのかな?会いに行ってみよう。おー!ちょっと待って。まただいぶ違うね。チェックってなってるね。チェックになってるね。チェックアイコンのあるところになってる。で、扉。チェック。矢印はその建物や次のマップに移動できることを表している。また階段アイコンは上下の階層を移動できることを示している。他にも様々なアイコンが君たちの冒険を導いてくれることだろう。あれ?赤い矢印については何も言ってくれないんだね。ベッドには今回入れないのか。へぇー。じゃあちょっとメニューを開きますね。おやーって、メニューが違う。メニューが、シュッて出る。メニューが、シュッて出る。横から。ね、基本的に RPG 作るってメニュー開くとさ、パッて画面が変わるんだけど、横から出てきたね。スライドイン。すごいね。あー。魔法。魔法なんだ。ファイアボール。ポイズンバブル。へー。ディフェンド。マジェスト。
はい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 。エクリエルは？ヒール、リフレッシュ、アイスダスト、フラッシュライト。はぁ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 。連携。うわぁ！連携、おぉ！あれリオンいる燃えよ、リオン。お、今だ、俺は流星、おいらは流星になる連携がすでにあるんだけど。あれ、あれなんか見慣れないアイコンがあるんだけど。あんたのハーフ、十字砲か。何言ってんの？癒しの風。QP っていうのが出てんね。QP っていうのがあるなぁ。あ、ほんとだ、QP って書いてある。TP じゃない。今回は。ほんとだ。で、いつもの、抵抗、抵抗、あれちょ、待って。ちょっと待って。力、守り、魔法、抵抗、速さ、背の高さになってるで。いつの間にか。前作とだいぶ違うね。あれ、これ、ツール何で作った？ツールが何で作ったんやろ？なんか、前作と全然違う。ここは一緒か。はい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 。じゃあイベント行きましょう。ヤッホー二人とも。いらっしゃい、リオンくん。どうしたんだよ。ふふふ。じゃじゃじゃーん！神殿整理してた宝地図見つけたんだ。だからさ、これからこの地図頼りにトイジャーハントしに行かない？なんてタイムリーな。実は私たちもそういう冒険してみたいなーってさっき話してたところだったんだ。お、それじゃあ返事は、もちろん一緒に行くよ。決まりだね。それじゃあ、オイラはいつでも飛び立てるようにしとくから二人は準備してきてよ。わかったよ。行こう、リュウミエル。ああ、ああ、ところでリオンくん、水を差すようなこと聞くんだけど、君ホサリの仕事の方はいいの？実はメイカ様が天界に行ってていないから、特に仕事がないんだよね。天界に行ってんだ。その理由も騎士団を私物化したり、よその世界の人間を逮捕したりが目に余って再教育されるためらしいから、いつ帰ってくるか、メイカ終わらんねやん。じゃあダメ神ざまあ。すっごい嬉しそう。リミエル、準備できた？うん、武器を持ったし、回復薬も用意しといたよ。そうだね、前作は回復薬はね、地味に用意されてなかったですね。お金も、一応向こうも通貨だ、同じで大丈夫なはず。それじゃあ試合に行こう。リオン君は待ってるよ。おー、一気に出た。道具。おー、進撃のオーブもあるね。ダメ神を食するときに使うオーブ。薬をね、初めに用意してくれるのありがたいね。で、510ゴールド。はい、行きましょう。で、チェックがあるんで、ちょっと調べてみよう。赤い薬を手に入れた。まあ、お話の記憶をセーブしておいたときはね。はい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 。ああ、宝探しの冒険ね。昔アーネストと旅してた頃ね、私も経験したわね。その時はエリックが面白いぐらいまで引っかかって、後からアリスにこってり縛られてたっけね。で、こっちには何もないかな。じゃあ行きますか。ここはもう多分戻ってこれないっていうだろうから。二人とも準備は大丈夫？はい、できたを選ぶとイベントですね。ここには戻ってこれません。さよなら、イザベル。イザベル、もう終わりだな。おー、リオンが仲間に加わった。イザベル、さよなら。もう出番ないね。おー、オープニングコール。お宝大作戦。ところでさ、もう一人は？ああ、異世界クリエイト、宮内アクエリア。噛みました。
というわけで、アクエリアの町で到着。アクエリアの町ってことは船が必要になるってこと？多感の印っぽいのが海を指してるからね。だから、ツテがある船なのにお願いしてみようと思うんだ。確かにツテがある船なのに一人いるわ。ツテ？僕たちに船の知り合いなんていたっけ？リュミエル忘れたの？究極のカレーの材料探した時にクリムっていう船乗りで協力してくれたじゃん。こんな感じの人だっけ？そう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 、せや。そんな言う人や。子供じゃん。本人曰く呪い受けた子供やった30歳のおじさんらしいけどね。まあ、その人に協力をお願いするためにこの町に来たってわけだよ。協力してくれるかな？まあ、元海賊って言ったし、この手の話題には食いついてくれそうだけどね。それじゃあ早速港に行ってみようか。港町アクエリア。ああ。で、竜王は、どっちかっていうと、物理攻撃が得意なタイプだよね。力35ね。そうだね。まあね、いつもね、ムキムキエクリエルが誕生するんですけどね。今回はどうなることやらね。エンター。あ、カフェ。あ、クリム。ちょっとクリムなんか頭身変わった？おう、お前ら久しぶりやな。究極のカレー食わせた時くらい以来か。元気？ぼちぼちやな。毎日クリエイトの中の海を回ってあちこちに物資運んどるで。それで、今日おとなしな。実はね、トレジャーハントやと？んなおもろいことやろうとしょんが自分ら。俺っちも混ぜてえな。思った通りの食いつきの良さ。もちろんクリムを誘うつもりでお願いしに来たんだよ。よっしゃ、このクリムさんもトレジャーハントに協力したる。どこでも船を出したるで。それで、宝のありかはどこなんや。この辺みたいだよ。この海域か。よく通るけど少し霧が出るとこ以外は特にかかったとこないで。てか、ノリだけで来たから今更だけど、その地図って本当に宝の地図なの？そうだね。実はオイラにもわからないんだ。はぁ、わかんないの宝の地図って言ったの？だってものすごく古そうな地図だし、意味深な印も続けられてたし。なんだろう、一気に冷めたんだけど。でも一度行ってみたらどうかな。何も見つからなくても、ちょっとした船旅になるよ。せやね。宝の匂いがしたらそこに行ってみる。たとえガセでもな。つうわけで俺っちはこれから船出す準備するから、お前らは町で準備終わったら声かけてくれや。はあ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 。で、道具屋とかがさっきあったから、道具屋とかがこっちにあるんだよね。で、ここで準備し、整えてけってことやな。まあ、さっきもう整えたんで、もういいっす。準備はええか？ここには戻ってこれないんだ。へえ、まあいいや。こんなん出航や。行くで、お前ら。あゆいさん。そろそろ世間の海域のあたりやな。霧が出とる。霧が出てきたね。例に見える。うん。この霧、魔法みたいな力を感じる。あれ？クレム、顔をしかめてどうしたの？いつも以上に霧が濃い気がするんや。普段はここまで濃くないんやけど。濃いな！ちょっと待って。この霧だんだん濃くなってきてる。だんだん前が見えなく。お前ら、不用意に動くんやないで。霧が薄くなるまでその場で待機や。霧が薄くなってきた？お前ら大丈夫か？うん、なんともないよ。僕たちも、見て。船の、実際に誰かいる。うん。あれ？この BGM 知ってる。無事、この世界へ招かれたようですね。なんや、あんた。これは失礼いたしました。挨拶もなしにいきなりの訪問は、無礼以外の何者でもないですね。私は、ファントムとでも名乗っておきましょう。以後、お見知りおきを。俺様の船に何の用や？返答しないのドタマに重ね開けるで。私は、宝を求めてこの世界にやってきたあなたたちを導くためにここへ来ました。宝ってことはひょっとしてこの地図の？
ええ、その通りです。その地図はいわば門を開く鍵。そして、門というのが、クリエイトとこの世界をつなぐ先ほどの霧の海域です。だからあの時魔法みたいな力を感じたのか。それにこの世界って、ここはクリエイトじゃない別の世界ってことなんですか？ここは、魔導海賊ルリが、自ら収集した宝のすべてを隠すために作った世界。インビジブルです。まさか、異世界に来てさらに世界を超えることになると。でも、宝を隠すためだけに世界を作ってしまうなんて、その魔導海賊って一体何者なんだろう？魔法を中心として武力を用いてクリエイト中の宝と海の発見を手にした伝説の海賊や。まあ、そんなやつがおったんか、まあ、やつはもうやったんやけどな。そんな、すごい海賊の残した宝を示した。いや、宝の世界に連れる自分、なんで死んでやったんだろう。あ、そういえば、オイラたちを導くってどういうこと？魔導海賊ルリはこの世界に5つの宝島を作り、それぞれに鍵を設け、島ごと隠したそうです。つまり、今この世界は、霧と海以外何もない世界です。しかし、あなたたちの持つ地図こそ、この世界へ繋ぐ鍵であり、最初の島を出現させるための鍵でもある。故に私が召喚されたのです。あなたたちを最初の島に導くために。なら導いてもらおうやんか。言われなくとも。霧が晴れた。ねえみんなあっち見て。あそこに島が見えるよ。あれがあなたたちの最初に訪れるべき宝島です。あの島には宝とともに次の島を出現させるための鍵も眠っています。つまり全部の宝を手に入れたければ全ての島を出現させなあかんってことやな。ええで、それが魔導海賊の残した挑戦状を受けたのやないか。そうだね。全部の宝を俺たちが手に入れちゃおう。リベル、すごいワクワクしてる表情だよ。そりゃあね。魔導海賊に不思議な世界。本で見てたようなトレジャーハントができるんだしさ。そういうエクリエルもすごく楽しみにしてる感あるでしょ。うん。どんなお宝か気になるからね。今の私にできるのはここまでです。続きは、あなたたちが鍵を手に入れた時に。それでは一旦失礼させていただきますね。よし！あの島に向かっておもかじいっぱいや！お手並み拝見させていただきますよ。呪われし海賊、女神の補佐竜、そして大魔女の双子弟子よ。んーで、最初の島に施設が編んできたが、肝心の宝どこにあるかまで聞くの忘れとったな。あまりに突然のことだったからね。だから今リオンが聞き込みできそうな集落がないか空から探しに行ってるだろう。そもそもこんな島ごと隠されるのが人なんかすんのかいな。ただいまー。お帰り。どうなった？東に集落っぽいとこ見えたよ。人っぽい姿も確認できたかな。おるんかい。なんともけったな世界やな。とりあえずその集落に行って聞き込みしてみよう。乗船員や待機や、何かあった時すぐ船に出せるようにしとけ。あいあいさー、クリームが仲間に加わった。4人目、ついに4人だ。いよいよ4人になったね。今までね、あ、フィールド、ワールドマップか、これは。おー、4人になったすごーい。見てみよう。宝にかけられたせいで子供の姿になった元海賊の男。現在は、海運業をしている。普段はおおらかだが、時折海賊時代の冷酷さも現れる。オレンジジュースが好き。魔法ゼロか。抵抗19、速さ19、背の高さ150。一番背高いな。抵抗っていうのは魔法防御のことやろうな、多分。さあ、5つの島ということで結構長めになりそうだね。さあ、ここだね。
ここはさっき見つけた集落だよ。普通に人を殺してみたいだな。問題は言葉が通じるかだけど。すいません。ちょっとよろしいですか？おや、外から人が来るようになるなんて珍しい。何か用かい？ここは何という集落ですか？ここはアルファの村さ。ありがとうございます。言葉は通じるみたいだな。なら情報収集には問題なさそうだ。それじゃあここから手分けして情報を探ってみない？せやな。情報だけなく船に補給できそうなものとか妙のうち見ておきたいしな。一旦別行動してみようか。それじゃあ僕はイクリエイと一緒に回るよ。一通り聞き終えたら矢小屋に終了にいいかな。オッケー、問題ないで。よし、一体換算。じゃあ行こうか、イクリエル。うん。ああ、二人になっちゃった。なんか寂しいな。ショップがあるんだね、ちゃんと。ショップがある。ショップ、防具。集落に人結構いるな。結構おんな。鉱山で働くルールとして、鉱山内にある宝を持ち出していけないというのがある。なぜって？長老様がそう言ってたらしいんだよ。村人が手をつけてはいけないんだとよ。はあ。この村の北には良質な鉱石が採れる鉱山があるのよ。それを私たちの生計を立てているのよ。これ何？12ゴールド。宿屋に集合は、あれやで。で、魔導海賊の宝？よくわかりませんが、宝ならこの村の近くにの鉱山にあると、鉱の方たちが伺ったことがあります。ですが、その宝に村の者は決して手をつけてはいけない。そう長老様から言われているようです。準備もできたし、みんな待とうかと。まあ、ある程度情報収集はしたからね。はい。みんな集まったな。それじゃ情報交換しよう。はいはーい。なんか近くに鉱山があってみて、そこに宝があるみたいだよ。でも村の人は持ち出しちゃいけないんだってさ。その話俺っちも聞いたな。普通は宝を見たら持ち出してたけど、不思議と持ち出してきた村人おらなし。持ち出しちゃいけないって言ったのはこの村の長老様みたいだよ。鉱山に入るにしても長老様の許可が必要みたい。つまり、この村の長老が魔導海賊の宝について何か知ってることが高いってことだね。その長老に会いに行ってみよう。まあそうなるね。自然と。さあそんな簡単に許しをもらえるんでしょうか。あなたがこの村の長老様ですか？いかにも、わしなりが用かね。魔導海賊のお宝について聞きたいんですが。そうか。お主ら外の世界から来た者たちか。え、どうしてわかったの？この世界で魔導海賊の宝を知っているのはごく一部の者のみ。それ以外はその宝を求めて外の世界から導かれてきた者のみだからな。俺たちには今宝を求めてきた奴がおるんか。すでにいくつか捕らえとるかもしれんな。それはありえぬ。なぜなら宝はすべに、未だにすべて残っておるらしいからの。どういうことや？え？たとえ宝を手にしたとしても、すべての宝を手にするまでは、真にそのものの手には残らん。もし、宝を集めてる途中で力つければ、集めた宝はすべて元の場所に戻る。詳しいことはわからんが、魔導海賊の定めたルールなのじゃろう。故に、村の者たちには宝を見つけて持ち出さぬよう釘を刺しとる。それで宝はどこにあるんですか？この村のすぐ近くにある鉱山じゃ。わしらは宝の鉱山と呼んでおる。鉱山に入るには長老様の許可が必要と聞きました。どうか許可を出していただけないでしょうか。宝探しには危険が伴う。鉱山の中にはモンスターも徘徊しておる。村の子たちは襲われんが、宝を求めるお前たちは襲ってくるじゃろう。モンスターなんて今更すぎるよ。これでも戦い慣れはしてるからね。ただのガキとは思えへん子だよな。そこまで言うのであれば、お主たちの腕を信じよう。これを鉱山の入り口にいる見張りへ渡すといい。長老の手紙を手に入れた。ありがとうございます。若き冒険者たちよ、健闘を祈る。で、宝の鉱山にやってきたわけだ。
で、これ見張りに、子供は何の用だ？俺たちは、この先は俺たちの仕事場なんだ。危ないから入っちゃダメだ。長老様から許可をもらってきてるよ。はい、これ。マジか。高坂氏はこんなガキも来るんだな。長老のいないなら通すが、高野に気を取られたモンスターにやられないようにな。あと、俺たちの仕事の邪魔はするんじゃないぞ。仕方のないことだけど、子供扱いするのは腹立つな。今のうちやで。大人になればその時のありがたみとかがよーくわかるからな。すごく重く聞こえるのは気のせい。まあね。30歳だからね。さあ行きましょう。お宝を探していこう。ダンジョンに置かれているすべての宝箱に魔導海賊が残したお宝が眠っています。この世界のダンジョンに全部で60個。すべてのお宝を見つけていきましょう。イニシエのメダルを手に入れた。まあ、簡単に見つかるものもあれば、そうでないものもあるってことだよね、多分。お？あー！すごい！モンスターいるなぁ。じゃあ行きましょうか。行くよー。おっと、これは例のあれに、お集め向けの団体さんですな。何かって？それはもちろん、連携技！そういや、前に戦った時の使ってたな。あ、せや！俺っちも正式メンバーになったことやし、あんたの連携技に混ぜてほしいんやけど。それじゃあ、クリームが参加しやすいよう、連携技の使い方をレクチャーするよ。連携技は、僕たちの力を合わせて発動するスキルだよ。使うには大まかな行動を決めるところで連携というのを選べばいいだけさ。カルテットポイントになった！今まで TP でさ、ツインズポイントやったけどな。カルテットポイントになったのね。これが不足してたら使えないよ。あと連携技に参加する人がスキルを封印されたり動きがなくなったりしてでも使うことができないから注意だね。カルテットポイントは僕たちが攻撃したり防御したり、あるいは敵からダメージを受けることで溜まっていくんだ。溜まったカルテットポイントは名前横の丸いゲージで確認できるよ。大丈夫や。大丈夫や。バッチシや。それじゃあ、次は実践してみよう。僕たちの QP を25貯めた状態にするから、さっき教えたのに連携技を使ってみて。さあ、25。ブラックスフィア。アタック。あ、アタックはさ、ガード。道具になってる。わ、ちょっと変わったね。へー。前作と違ってだいぶ変わったね。UI というか、名前というか。クイックショット。配置で誰もの先に攻撃する。スリープショット。へぇー、挑発。あー、そんなもあるんだ。反撃の構え。相手の物理攻撃を受け流して。へぇー、意外となんかトリッキーだね。ブラックスピア！いいねえ。ダンジョンをうついている黒い信号に触れると戦闘に突入します。全部避けて進めるのはありですが、戦闘に勝利するのはレベルアップもできず、お金も貯まりませんので、なるべく戦っていくことをお勧めします。なお、全員の HP が0になって気絶してしまうと全滅し、ゲームオーバーになってしまいます。残り HP には気をつけましょうと。やったねー。へえ、こんな風にボイス流れるんだ。ちょっとボイスの音量がちょっと小さいなぁ。あ、ボイスの音量いじれねえな。残念ながら。ボイスの音量はいじれねえな。ちょっとボイスの音量いじれたらよかったんだけどね。おっしゃ、行くねぇ。開演、この何なんやろ、カットインもさ、変わったね。今まで横やったけど、縦になったね。すごいわ、戦っとってね、全然ストレスがない。戦闘テンポもいいし。いいなぁ。こういう作品作りたいなぁ、自分も。なかなか作れないんだけどなぁ。
え？今、ちょっと待って、ちょっと待って、え、俺、今、無に乗ってたんだけど？トロッコねえなーと思ってたのよ。トロッコどこやろ思ったらさ、なんもないとこ調べたらトロッコやったんやけど。これも宝っちゃうか、これも。見えないトロッコ。宝っちゃうの？見えないトロッコは。びっくりしたわ。エリア6。このフロア光に満ちてるな。こっちからよね。一体どうなってるんだろう。リオに見てきてもらったらどうや？やだよ。もし戻ってこれなかったらどうすんのさ。モンスター近くにおるしな、なんか、ずーっと。雰囲気的に最新音もうすぐかな？ほう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 。で、11個目、これで、12個目もあるとは思うんだけどもね、行くよーって。え？宝の鉱山最新部。来ましたね。まあ、大体カットしてると思うんだけど、宝集めの下りは全部カットしてると思うんですけど、ある程度。来ましたね。最新部。ここにヒールクリスタルがあるっていうのはね、ありがたいね。ボス。ボスおんのか。お宝はとりあえず12個発見したね。これ全部かなと思うんですけど、5個のね、島のうちの。さあ、ボス戦ですね。行きましょうか。この先に進む。なんやこの岩の塊は。これはゴーレムっぽいね。動力が切れてんのかな。これがゴーレムなんだ。あれ？二人とも見んのは初めて？うん。本とかでは見たことあるけど、実物は初めてだよ。師匠もゴーレムに興味なさそうで、作ったものを見たことないんだよね。めんどくさそうなこと嫌いだもんね。生体反応感知。動力起動。ああ！お、動いたね。ようこそ宝を求めし者たちよ。私は、この鉱山の鍵の守護者、ディフェンダーとお呼びくださいませ。鍵？ってことは次の島に向かうための？その通りです。そして、それを渡すには、私を倒す必要があります。渡すだけにね。ほう、ずいぶんわかりやすいやんか。そんなん早速始めようやないか。血気盛んな方が一人いるようですが、あなたたちも準備の方がよろしいでしょうか。光の間にもないよ。準備はできてるさ！いいでしょう。ただし、うっかり殺してしまっても恨まないでください。来たー！ボス戦！ディフェンダー！さあ、こいつは初めてのボス戦だね。味方全体のディフェンドだよね、これ。よし！味方、ディフェンド。まずディフェンドから入ろう。ディフェンド、使用者、これは。そっか、追い風じゃないんだ、今回は。風効きそうだなぁ、ゴーレムって。攻撃上げたいなぁ。32。38。いった！ディフェンドでとりあえず、防御上げて。ディフェンド重ね掛けできんのかなぁ、微妙なとこだなぁ。ヒール。リオンは回復陣。攻撃。ファイアボールは効き目が薄いな。じゃあ、毒効くかな？やってみる価値はあるか。やってみる価値はある。毒が効くかどうか。19。毒にはなってないっぽいな。なってないね。まあ、効くか効かんかわからんが、って感じか。ファイアボール、エイヤー、で、
攻撃。回転ラリアット。やーぶねえ、クリエル。あい、クリエルが危ない。癒しの風。癒しの風、癒しの風。回転ラリアットはやばすぎ。癒しの風。なんか、今さ、2回攻撃してきたけど、多分ターンだよね。ターンで、回転ラリアットしてくるってタイプだと思うから、これ。ディフェンドしてなかったら危なかったな、エクリエル、特に。まだムキムキじゃないからね、エクリエル。君がムキムキエクリエルなんだよ。まだ先だからね、遠く。ディフェンドして、ファイアボールの方が一応ダメージは通るか。え、ヒールの方がいいね。ヒール、封じん、攻撃。危なーい。あ、黄色になってるね、ディフェンダーの文字が。半分切ったってことか。わかりやすいね。回転ラリアットがいつ来てもおかしくないからな。何ターンだろう。5ターンに1回とかだと思うんだけど、ターン数が書いてないからさすがにわかんねえな。セカジュウじゃねえから、それわかんねえな。あ、倒した。あ、黄色で瀕死なんだ。おー、4人になった。コングラチュレーションズ。やったでー。規定ダメージを超えました。私の負けです。あなたたちの力を見込んで、鍵となるこちらを差し上げましょう。鉱脈の応募を手に入れた。ほー、これも価値のありそうな弾やな。宝飾好きの電柱じゃたまらんやろうな。うわー、雪降った。やべ、寒いよ。で、これでどう使うの。おい、誰も突っ込まないかい。いや、改めてクリムっておじさんなんだなーって思ったら申し訳なく思って。なあ、それ。あの、使い方を説明してもよろしいでしょうか。あ、ごめんなさい、お願いします。正直に言いますと、私たちはその応募を託されただけで使い方は知らないのです。使い方を知っているのは私たちに託したファントム様ただ一人です。ってことはまたあのうさんくさいように会わんといかんってことか。でもすぐに会えるかな?あの人移動魔法みたいなのも使ってたから探すの大変そうだよ。ご心配なく、その応募があなたたちの手に渡ったことは、すでにファントム様も知っております。おそらく、あなたたちの船に今頃向かっているかと思われます。げっ。俺っちがいない間に上がれたらいろいろ面倒や。おい、さっさと船に戻るで。世話しないなぁ。まあ、長いしても意味ないからね。では、私は役目を落とした、終えましたので、動力を落とすとしましょう。あなた方で、私に与えられたこの役目が終わることを願っております。どういうことだろう、今の。途中力尽きたら宝は全て元に戻るって。きっとその時にこの応募使用者の元に戻るんじゃないかな。ってことは挑戦者が来るたびにこの役目を続けてるってこと?なんだかかわいそうだね。私たちは宝を手に入れて解き放ってあげたいな。そうだな。そのための次の島に向かおう。とにかく急ぐね。あの男が来る前に船に着かな。はいはい。あ、いる!お待ちしておりました。鉱脈の応募を手に入れたようですね。おい、こら!何勝手に俺様の船に乗っとんじゃん、ボケ!気になったって言うんだけど、クリムってたまに自分のことを俺様って言うよね。多分、海賊時代の名残なんじゃないかな。
あんな感じで本性を出すときに使ってるのかもね。細かいことはいいじゃないですか。海賊というのは少し豪快なものでしょ。単純にあんたが気に食わんだけや。まあそれでそれで構いませんが、次の島に行くには私の力が必要ですよ。ねえクリム、気持ちはわかるけど今はお宝のためだよ。少し我慢しよう。はぁ、エクリエルと宝に免じて許可したるわ。ありがとうございます。ただし船に変な真似しよったら即刻ドタマに風穴開けたるから肝に銘じとくんやな。さて話でまとまったところでその応募を貸していただけますでしょうか。ほう。え？え？あれがあなたたちの次に向かう第二の島、そんなドラゴンクエスト7じゃねえんだからさ。島が現れたぞ、おい。深き森に抱かれた島です。その島ですの妖精が知ってるでしょう。カジノを訪ねてみてください。では私はこの辺で。妖精が住む森か。どんな妖精さんなんだろう。お友達になれたらいいな。いたずら妖精の類なら遠慮したいけどね。そうだね、前回ひどい目にあったからね。うん、なんか爆発させられたからね。まあ、腑に落ちへんけど、道は開けたし次へ進むか。お前ら出航やで。あいあいさー。さて、偵察にいたリオンからどんな情報が聞けるかな。森に囲まれても空からなら探しやすいもんね。空飛べるやつがいて助かったわ。こんな森を歩きながら探すのは何かしご、さすがにしんどいしな。ただいまー。おかえり。どうだった？少し北に行ったところに、なんかキノコっぽい形の家がある、開けた場所があったよ。キノコっぽい形の家？ずいぶんメルヘンな家だな。もしかしたら、妖精さんが住んでるお家かもしれないね。あと、もう少し北の方に古びた遺跡のようなもの見えたね。それお宝あるとこちゃうんか？その、キノコの家無視して行ってもええやない？どうだろう。ファントムさんは妖精さんに聞いてみた方がいいみたいなこと言ってたし、確かに、宝の鉱山とは同じように、入るには何か必要だったりするんじゃないかな。まずはそのキノコの家のある場所に行ってみよう。まあそうだね。で、第二の島に着いたわけですね。あ、戻ることはできるんだね、ちゃんと。ちゃんと取りこぼしとかあったら、戻れるようになってんだね。いや、これ親切設計だね。ありがたい、ありがたい、ありがたい。